京都聖光学院高校20番大西健人君を紹介しておりまして、23番矢野健太郎君が入っております。ハーフタイム前半の終了にしました。静岡県代表静岡聖光学院高等学校対千葉県代表都立受験台大学附属柏高等学校の試合は0-30で、千葉県代表都立受験台大学附属柏高等学校がリードしています。
ちゃったね。ご了承ください。